はい、ヨシキさん、スタッフの皆さん、スッキリに出演お疲れ様でした。どうもこんばんはってことで、俺見てたよ。まあ俺見てて思ったのは、相変わらずあんたさ、適当だよね。まあ言葉に重みがないんだよね。なぜわかるかというと、俺あんたと同じ B 型なのね。まあ B 型って周りから何を言われようが、まあたとえどんな質問が来ようがさ、あ、そうそうそうね。あ、そんな感じみたいなね。軽く流すじゃん。でしょ？で、ご覧になられてない方もいらっしゃると思うんですけど、今日のスッキリに、まあ、ヨシキさんが出演してたんですよ。で、まあ、気になる方は、まあ、そのうちツイッターや YouTube に、まあ、切り抜きでさ、アップされると思うんで、ご覧ください。で、次は、スッキリ出演前の、ヨシキさんのスタッフによる、ツイートを紹介しようと思います。こちらです。なんと朝起きることができた。今からスッキリ無事に生出演できそう。見てねっていうことで、まあ、ヨシキさん多忙な方なんで、まあ、コメントを、一件だけ紹介しようと思います。こちらです。笑い、ひひ、朝起きできてめっちゃ良かったぜ。めっちゃ楽しみだぜ。現場からは以上ですってことでね。この人やばいよね。で、昨日のツイートも、紹介しようと思います。こちらです。今月のテレビ出演のスケジュール、誰かまとめてくれ。笑いってね。ヨシキさん、これ気に入ってる？スタッフ。この絵文字ね。何なんだろうな。ね、最近よく使うよなと思うんですよね。はい、ということで、次は、弟さんに行きますか。まあ、弟さんも、動きがありました。で、ツイッターの方で、昨日このようなツイートがありました。こちらですね。クラファンに、活動報告がアップされました。クラウドファンディングプロジェクトのホームページに、リターンのご説明が、アップされましたので、よろしければご確認くださいということで、これ前にも紹介したと思うんですけど、こちらですね。少し読みます。母から託されて、皆様から伝説と呼ばれているエクスタシーレコードを認識し、再始動してみようと思い始め、無謀にも、現在まで、自己資金を投入し続けながら、最低限の体制を整えてきましたが、さらにここから未来に向かって、具体的に前に進むために、ぜひ皆様にご協力、ご参加をいただき、皆様と一緒にエクスタシーレコードの未来を築いていけたら幸いですってね。これがどうなんですかね。僕は詐欺行為に近いと思ってます。支えてきたらしいですよ。で、あと追加でなんですけど、こちらですね。グッズです。まあ、T シャツだったり、こういうパーカーですね。これプランが3000円からですね。3000、6500円、1万1000、1万円とか2万2000、15万とか、いくらで、50万でしたっけ？一番上が。確かそんな感じですね。で、これパーカーで、これさ、弟さんよ。俺言いたいのは、素人ですか？これ素人というかデザイナーとかいないでしょ。僕思うのは、これね、購入された方いらっしゃるかわかる。これ1万1000円です。これ1万1000円のプランから、このパーカーついてくるんですけど、僕、これ見て思うのは、なぜさ、これ入れたの？バックプリントで。頭悪いなと思うのは、服好きな方だったら、もしかしたらわかるかもしれないんですけど、僕が思ったのは、これ無敵って入ってるわけじゃないですか。バックプリントで無敵って入ってると思うんですけど、これ写真ご覧いただいてわかる通り、あくまでフードした時じゃないですか。これフードしてない時、下ろした時ってさ、これムー消えると思いません？僕消えると思いますよ。で、フード付きのパーカーってさ、何なんだろうな、これ無敵って入れたいんだったら、まだね、縦書きじゃなくて横書きなんですよね。横書きにすると、まだ消えないじゃないですか。ちょっと被るぐらいだと思うんですけど、こんなバカでかくさ、こんなデザインで無敵なんか入れてさ、間違いね、これ、ムー消えてさ、敵ですよ。これ敵にしか見えないと思います。なので、弟さんね、このチャンネルをご覧になられてたらね、まあコメントでもね、なんかありがとうございましたみたいなね、お礼をお願いいたします。で、あと動きは、こちらですね。増えちゃいました。残り35日で、目標額3000万じゃないですか。3000万で、26%、3% 増えました。で、3000万の、26% いくら ?760? 780か。780ぐらいですよね。今現在780万、溜まってるってね、これが多いのか少ないのかって言われたら僕は多いと思います。現場からは以上ですってことで、
次は、バンド紹介していこうと思うんですけど、まあ、サムネでもバンド名書いてあるんですよ。これ分かる方もいらっしゃると思うんですけど、ザ・ゾルゲっていうね、僕は知らないですよ。僕は知らないんですけど、まあ、ここ最近ね、エクスタシーレコードでね、なんか騒がれてるじゃないですか。なので、その所属してるアーティストの中から選んできました。ザ・ゾルゲっていうね、バンドになるらしいです。で、古いですよね。これ結成の経緯なんですけど、こちらですね。1983年、春彦、これ読めないですね。春彦アッシュでいいんですかね。を中心に、ギターのタゴ、ベースの、秀樹、ドラムスの、イオで結成され、新宿 ABC ホールで、ゼットンとしてデビュー。ビジュアル系バンドの、走りとも言えると。で、続きます。活動拠点は新宿ロフト。1988年、12月の24日、25日に行った、スペシャルギグの、2days は両日ともに、立ち見客や会場に入れないファンが、殺到したことでも、有名であると、このように書かれておりました。で、次は、ザ・ゾルゲの、メンバーですね、見ていこうと思います。1983年から、90年の約7年間、活動してたバンドです。で、ボーカル、ベース、ギター、ドラムの4人ですよね。で、次は、脱退したメンバーですね。関係者、こちらです。4人ですね。ギターが3名、ドラムが1名です。僕わかんないですよ。これなんか全身バンドとか見ても僕は何一つわかんなかったです。で、曲なんですけど、まあそこまでね、好みじゃなかったんですけど、僕初かもしれないです。YouTube にまあアップされてたんですよ。ザ・ゾルゲですか？このバンドの曲アップされてたんですけど、レコードですよね。もうレコードの曲が何曲かアップされておりました。で、なんか80年代のちょっと古いっていう言い方は良くないかもしれないですけど、ジャンルとしてはパンクになってたんですよ。僕ちょっとパンクっぽくはないなとは思ったんですけど、まあジャンルはパンクと、なってました。で、最後なんですけど、最後じゃねえや、作品です。シングルです。シングルが2、4、7枚ですね。7枚の、シングルがリリースされてたみたいです。代表曲が何かとかね、僕は何一つ分かんないです。ただ、まあ、YouTube にアップされてた曲を、数曲聴いただけっていうね、ことです。こんな感じです。7枚です。で、次、アルバムですね。これが最後になります。オリジナルアルバムが、3枚、ベストアルバムが1枚、カバーアルバムが1枚、で、オムニバスも1枚っていうね、これで全部ですよね、と思います。まあ、ビデオとか何かあったかもしれないですけど、まあ、そこは省いてあります。はい、ということで、今日は、ザ・ゾルゲっていうね、僕は知らないんですけど、まあ、エクスタシーレコードに所属してた、バンドを紹介しました。どうなんですかね、僕は知らなかったですよ。このバンド、だって1983年とか書かれてますからね、このチャンネルでね、もしかすると聞いてた方が僕いないんじゃないかと、思っております。はい、ということで、今日も最後まで、動画を見てくれてありがとうございました。